三宅が実況してまいります。マウンド上は今日の先発横山、この球には手を出しません。この段階で決めてくるか。あー、一塁線。打ち上げてしまいました。これはアウト。マウンド上横山、打ち上げてしまいました。これはアウト。ピッチャー返し。ツーアウトからですがランナーが出ました。余裕を持ってアウト。1回の表の攻撃が終了しまして、この回のスワローズ1人残塁で無得点です。塁には出したくないバッターです。1・2塁間抜けるか。ノーアウトからランナーが出ました。ピッチャーは入り。打球はサードへ。スコアリングポジションにはランナーがいます。流し打ち。おっと、切れました。この球には手を出しません。一気に勝負してくるか。ここで1球外してきました。この段階で決めてくるか。ピッチャー返し。あー、抜けた。ランナー突っ込んだ。ボールは返ってこない。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。カープ、これで1点のリードを奪いました。1点リードに変わっています。着実に追加点を重ねていきたいところ。初球は外してきました。内角をよく見ています。打球はセカンドへ。二塁ランナーホームへ。ここでチャンスに強いこの人がバッターボックスに立ちます。初球は外してきました。二遊間、二塁ランナーホームへ。セカンドランナーホームイン。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。カープ追加点です。スワローズ。
に低めに変化球を集められるかが勝負のポイントではないでしょうか。ピッチャー返し、さあこれで満塁になりました。ランナーホームに突っ込む、どうだ、ホームイン。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。カープ大差をつけて一方的な展開を続けています。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、島田。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。サード強襲、ようやくアウト一つを取りました。初球は外してきました。初球は外してきました。低め、これはまずいことになってきました。追加点を入れました。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。カープ大差をつけて一方的な展開を続けています。塁は埋まっています。初球は外してきました。外角をよく見ています。打ち取ったか、ホームを狙う、どうだ、カープ追加点を入れました。ファウルボール。レフトへ飛んだ、長い攻撃が終了しました。初回カープ先制点を挙げています。一方スワローズ入来、この回でマウンドを降りています。ピッチャーにとって非常に嫌なバッターと言っていいでしょう。バッター、ノーアウトからランナーが出ました。もっと塁を埋めていきたい。ピッチャー返し、ああ抜けた、スコアリングポジションにはランナーがいます。当たりは今一つ、インフィールドフライになりました。これはアウト。さあバッターボックスには土橋。満塁になりました。ファウルボール。ストレートを続けてきた。一気に勝負してくるか。打球はショートへ、ランナーホームに突っ込む、643ダブルプレー。カープがっちりとしたチームワークを見せています。
回の表の攻撃が終了しまして、この回のスワローズ大きなチャンスを得ましたが、スコアボードにはゼロの文字が入っています。塁には出したくないバッターです。初球打ち一塁へ、ランナーはありません。打ち上げてしまいました。これはアウト。この回の出塁はありません。一、二塁間抜けるか、ツーアウトからですがランナーが出ました。際どいところに入りました。早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。センターへ、センター余裕を持って構えます。2回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ1人残塁で無得点です。この回は1番からの好打順です。これは見ました。右中間の打球だがどうか、これはアウト。打ち取ったか、一塁へ、余裕を持ってアウト。この回の出塁はありません。打球はファーストへ、自らベースを踏んでアウト。3回の表の攻撃が終了しまして、この回のスワローズ3人で攻撃を終わっています。さあバッターボックスには西山。打球はセカンドへ、ノーアウトからランナーが出ました。バッターレフトバック、届きました、ホームラン。横山、甘い球を逃さず打って目を覚めるような弾丸ライナーを放ちました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。カープ、これは一方的な展開です。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。伸びる、どうか、届きました、ホームラン。東へ際どい球をうまく当ててライトスタンドへのアーチです。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。カープ、これは一方的な展開です。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上石井、センターへ、センター余裕を持って構えます。ピッチャーは石井。
これは見ました。早くも追い詰めました。あー、内角にそれた。ファウルボール。フルカウント。両者待ったなしです。これはスイングアウト。今日タイムリーヒットを放っているロペス、これは見ました。勝負のポイントではないでしょうか。引っ掛けた。余裕を持ってアウト。3回の裏、カープ追加点を入れてさらに差を広げています。横山、この試合まだ点を許してはいません。一、二塁間、ノーアウトからランナーが出ました。もっと塁を埋めていきたい。盗塁は飛距離は十分でしたがファールボールです。センターへ、これはどん詰まり。一塁ランナーセカンドで止まる。スコアリングポジションにはランナーがいます。